伝令！申し上げます、右大将殿。ん？なんだ貴様らは。な、その丸い耳、まさか鉄のものか。はっ。では申し上げます、森の警備に当たっていた者から銀のフクロウの報告が。奴ら魔の山の麓に天幕を張り辺りを荒らしているようです。何をおっしゃるのです、右大将殿。素性もわからぬ怪しい人間を我が隊に同行させるなど。それは確かに。右大将殿、ご無事ですか。己人間め、えい、貴様ら何をぼーっとしている。この無礼者どもを引っ捕らえろ。しかし、右大将殿。夜の祝福あれ。リリア・バンルージ殿は茨の国の王宮近衛兵右大将であり、この国の警護を司る重要なお方。緑ヶ原の走る城壁といえば、突国の人間といえど知らぬ者はおるまい。本来貴様らのような者など拝謁もかなわぬお方なのだ。神戸を垂れよ。何？ジグボルトだと？は？この人間と私が似ている？ありえない。どうです、全く似ていないでしょう。おじだと？私には老いなどいない。デタラメを言うな人間。この者は我がジグボルト一族の象徴である鱗もない、偶然同姓なだけでしょう。ではなぜ貴様にはないのだ。そんな、右大将殿。おい、何をもたもたしている人間ども、手助けは一切してやらんからな。せいぜい遅れないようついてこい。鉄の者どもめ、我が物顔で天幕など張り寄って許しがたい賊だと。我らは茨の国を守護する誇り高き王宮近衛兵なり。貴様らの牢石、許してはおけん。一人残らずこの森から立ち去るがいい。右大将殿、物見の草より伝達が。右大将殿が出るまでもありません。私が露払いを。な、右大将殿、やつらの荷車に食料や燃料が。ヘクシーたちの祝福だ。やつらは普段人間と見れば近寄りもしないが、よっぽど銀の袋を早く追い払ってほしいのだろう。どうされました、右大将殿。鉄の者ども。はっ腰抜けどもめ、東の砦に逃げ帰り、お前たちの主へ伝えるがいい。茨の国に我ら王宮近衛隊がいる限り、貴様らの好きにはさせんとな。荷車に魔法石とミスティウムが大量に。盗っ人どもめ、今に見ていろ、必ず全員追い払ってやる。右大将殿、申し上げます、鉄の者どもは風なき渓谷方面に撤退した模様であります。ですが奴らの鉱石への執着は侮れない。仲間を引き連れて戻ってくる可能性も踏まえ、気を抜かず警戒するよう伝えます。いえ、いざという時のためまずは装備品の手入れを。貴様らが作ったのか。いらん、下げろ。二度言わせるな。俺はいらんと言ったのだ人間。私は持参した携帯食がありますので、どうぞお気になさらず。な、この魔獣、なんというズーズーしさだ。魔獣ごときの腹に入るくらいなら私が食べる。よこせ。よく考えれば食べ物に罪はありませんので。右大将殿、何度も言いますが私は反対です。我が隊に人間を随行させるなど。右大将殿が
そうおっしゃるのであれば。右大将殿、お言葉が過ぎます。右大将殿。貴様ら、なぜお世継ぎの卵がどこにあるかなど気にする。怪しい。よもや卵を狙っているのではあるまいな。しかし龍眼光の件もございます。よそ者は信用なりません。用心するに越したことはない。それは、はっ。ゆっくりお休みください。夜の祝福あれ。夜の祝福あれ。おい人間ども、右大将殿はああおっしゃったが、私は貴様らを全く信用してはいないからな。妙な動きを見せたら即刻この魔石器で成敗してやる。よく覚えておけ。天幕は空いているものを探して勝手に使え。他の隊員の休息を邪魔するんじゃないぞ。ふん。渓谷の先から何か巨大なものが来る。なんだあれは。岩のゴーレムか。なんなのだあの鉄のゴーレムは。土を掘り返すためのからくりということか。面用な。そろそろ出発するぞ。支度を急げ。うわ、貴様目が腫れているぞ。虫にでも刺されたか。そうかならばいい。病の者を連れて行くわけにはいかんからな。紅ヶ原を川沿いに東へ。それが砦への最短経路ですが、平地で隠す者も少ないですし、銀のフクロウとの遭遇率が高くなりそうですね。ここから少し北に行ったところにミスティウムを鍛える火事場があります。ここで一度我々の魔石器を手入れしておくのも良いかと。キョロキョロするな。私たちは茨の国からの要求書を届けに来た使節団。臆せず堂々としていればいい。劉備岳の麓や海沿いの集落周辺でも鉄の者の姿を見かけたという情報もあります。風なき渓谷を抜ける前に緑ヶ原全域を一度見回ってみるべきかもしれません。我ら王宮近衛隊の名にかけて奴らをすべて風なき渓谷の向こうへ、いや、サンゴの海の向こうまで追い払ってやりましょう。はっ。気を引き締めてまいります。昨晩見逃してやったというのに再び戦いを仕掛けてきたのは貴様らだろう。何をごちゃごちゃと。さっさと風なき渓谷の向こうへ帰るがいい。川沿いをしばらく進んだ先に町がある。住人たちが食事の準備をしているのだろう。他の者たちも腹を空かせる頃合いだ。町に立ち寄るのも手かもしれない。町に着いたが普段と様子が違う気がする。助かった。おい、何が起きている。魔獣だと。風なき渓谷から追いやられたのかもしれん。鉄の者どもめ、我らの土地に次々と厄介事を持ち込んできよって断じて許せん。ひとまず魔獣を追い払わないとな。お前たち現場に案内しろ。ふぅ、全て追い払えたようだな。鉄の者のせいで余計な仕事が増えてしまった。ちょうど食事を取ろうと思っていたところだ。遠慮なくいただくとしよう。おお、うまそうなサーモンもあるではないか。英気を養うにふさわしい。確かに受け取った。ありがたく使わせてもらうぞ。お前も十分騒がしいぞ。もっと声量を落としたらどうだ。風なき渓谷が見えてきた。違う、決して奴らの領土ではない。この大陸は全て我々妖精のものである。奴らが勝手に住み着き勝手に縄張りにしているだけだ。よく覚えておけ。風なき渓谷周辺にたむろしている銀のフクロウどもに合流されると厄介ですね。茨の国の地形に随分と詳しいみたいだな。お前みたいな奴が連中の仲間にいたら厄介だ。そう考えると我々に同行させた右大将殿の判断は正しかったのかもしれない。その言葉決して違えるなよ。あいつらまた川の水を汚しているのか。許せん。今すぐに追い払ってやる。鉄の者たちに改心を期待するだけ無駄というもの。見つけたらまた懲らしめてやりましょう。右大将殿、
様らの作った料理は好まん。私に構うな。贅沢など右大将殿がいろいろと無頓着すぎるのです。マレノワ様が干し肉を口にされた？それは一体どういう状況で、その後はどうやって城に戻られたのですか？交代の時間だ。待て、ブーフクだと寝つけないだろ。これでも食っておけ。カルパッチョなる料理がなんだかわからんが、私もサーモンは好きだ。蒸し焼きにしたものが特に。お前は3ヶ月前に旅立った調査団の団長ではないか。よくぞよくぞ戻った。我が国最強たる右大将殿が目の前で手本を見せてくださっているのです。成長は当然かと。何をおっしゃいます。あれは他の近衛兵の邪魔にならないよう見張っているだけで、私が人間を気にかけるなどありえません。あの荷馬車と鉄のゴーレムは銀のフクロウの一団。見ろ、尻尾を巻いて逃げていくぞ。許せん、鉄の者どもめ。ベニガハラも半分を過ぎましたね。水辺だというのに水の妖精一匹いません。あれは人間どもが築いた町だ。なんと忌々しい。人間の物売りか。その盗っと竹だけしい物言い、もう許さん。そこへ直れ。そんなものより我らを侮辱したことを謝罪してもらおうか。しかし確かに、お心の広い右大将殿に感謝し猛省するがいい。人間、やつらいつの間に我らの背後に陣取ったんだ。鉄の者に間違いない。村の跡地に向かって伸びている。相変わらず数だけは多そうだ。では私が見張りに立ちましょう。お前たちも無駄話はそこそこで切り上げるように。かつてはここでミスティウムが採掘されていた。閉山されてからもう何年も経っている。おかえ人間、右大将殿、この魔法薬を。安静に。あなたといえどこの傷ではどうしてこのようなことを。兄よバカな、あなたの忠誠は命はマレノワ様に捧げられたはず。なのにどうして、なぜよりによって脆弱な人間をかばって。なんだと、ヘンリクも夜明けの騎士もこの砦にいない。伝令戻ったか。なんてことだ。右大将殿、申し上げます。野原城がヘンリクと夜明けの騎士率いる銀のフクロウどもに包囲されております。